ちょっとね、ハングリーさが足りんなって。ああで、南米の貧民街でなんとかサッカーで生活を逆転させようってやってるけど、実力がまだ足りてないようなチームでちょっとハングリー精神で。そういうチームやの、本当にそう。なんか立ち向かいたいよね。逆に俺らは裕福な家庭で育って、うん、もうぬるま湯だからこそ弱い、そういうチームに。あ、中国よくない？一人っ子政策でずっと来てて。あ、いいねここ。いいね。ハングリーさが大変かったからね。なんとか今の生活を抜け出したいってやつらがね、仕事はの合間にサッカーやってんの。うちはもう完全に金持ち集団やから、一人っ子政策でもわがままで生きてきたタイプの子たちが揃ってるから。もうやりたいことは親が叶えてくれたと。お母さんたちはお仕事が忙しいからお金渡してこれで好きに、うん、あ、なるほどね。だから愛情は知らんてよ。与えられたものは物ばかりで、愛は与えられてないっていう。そっちは逆にあれやろ、ね、愛情を持って。家族を養うためやからね。愛やね、原動力は、ね、原動力は、ね、なんとか世界見返したい奴らが集まってるから、こっからどんどん、うん、俺らがこっから羽ばたいていく、ハングリー精神の塊やから。だからなんていうの、チームとかね、どうでもいいんだよね。あ、そういうこと。目立てばいいんだよね。あ、自分が。すべてが発展途上。走り込んだ味方にスルーパス。うわ、やべ、夢。このパスは。いらんだな。山下清志が出た。いやんだな、違うんだな。ボールに突っ込んでちゃダメやっちゃうなって、そういう時期なんやろ。入ったかと、リードを奪えるか。ボケイ、わからないけど。華麗な個人技、華麗止まりませんね。カウンターからゴール。ガムシャラさんだったんだよ。どういうことやね。どうすりゃいいんだよ。プレーでガムシャラさんを出したわけ。うん。いや、何度もやり続けますから、やっぱりがむしゃら感を出したいなら。このチャンスは生かしたい。やべ、生かされるチャンスが。どけい、どけい。あー、ボールを失いました。何度もやり続ける。いいね。俺はこれしか知らないんだっていうがむしゃら感信じてる、純粋やね。クリスチャン・バソドグ、見事な視野です。クリアして危機を出して、あっ、やめ抜かれた。あ、中に入れてくるか。えい、えい、えい、しました。えい、子供やがやっぱり。ああ、ハングリーさが裏面でだから、ちょっとキャプテン自ら、キャプテンが言ったぞ。覚えたてのドリブル。何をしてくるのか。入れば1点リード。どこに行ったんねん。大シーンでした。絶妙なパス、抜かれた。ここからどうするのか。さあ、狙った。あ、今の左手で100万稼いだ。100万の価値がある。価値がある。緊張感が増してきます。勝ち越しゴールなるか。やばい、これだ。完全に大きく枠の外。カウンターアタックのチャンスです。いや、抜け出す。抜け出した。対戦金。おー、くそー、何今の。くそー、何今の、何今の。自分じゃあんな外してん。いやー、あぶねー。パスは読まれていました。あー、よしよしよし。前半終了して0対0。よし、行くぞ。後半勝負。こっからやな。いい形でゴール前まで持ってきました。こう描くようなパスです。さあ、どうする。あ、間違えた。
あ、入ったぞ。ありそうだ。ナイスキー。ナイスキー。嘘。イボ。いかん。何をしてくるのか。いい。ここはディフェンスが対応します。ボールをクリアしました。何を狙うのか。危なー。なん。いけ。完全に後ろから行ったろ。ここから狙うのか。ひえ。危ねえ。仕掛けてくるのか。サイドから中央を見る。クリスチャン・バソガグ。やべえ。最高の折り返しから最高のシュートが。一人っ子制作。やべえ。一人っ子制作の成果が出たぞ。誰一人としてチームに愛情なんて感じてねえけどでも。またオンゴールで実況好きやな。当たっただけないね。うわこれ。なんでだよ。全然ハングリーじゃねえ。先制点は後半に生まれました。後半に生まれてやろう。ハングリーの店どこやねん。ハングリーの店どこやねん。超攻撃的だよ。すごい。俺が決める。うわぁ。後ろからめっちゃ走ってきた。やめや。攻撃を断ち切れていない。イエーイ。予測していました。うわうわ前から守備。うわ通らねー。そうです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 。これはファウルじゃないね。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。中央にクロスが来て。うわー危ねー。リシャン・バソゴグ。うわつえー、マジでつえー。やだめちゃくちゃつえー。いい時間にゴールを奪いましたね。立ち打つべき。やったやべえやついる。個人でボレーでのゴール。個人で組織を粉砕した。うまい完璧ですね。うまやべえやついる。なんじゃこれ。違うアングルから見てみましょう。すげえうめえって。やったねこれ。ここまた来たこいつだ。やべえこいつ。走り込みが速えしでけえしうめえし。やべえぞこいつ。ブル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 刺した。ボールを運びゴールに襲いかかります。何をして読まれてるよ。読まれてる。組み立てられません。このパスはカットされました。燃えろ。ナイスキー。片手。タイミングがうまく合わなかったようですね。ああ、試合はここで。また明日から泥水や。今日のフレンドリーマッチ。そう。泥水。泥水。面白い動きやプレーを見せてもらえる。いいイメージを。やだよ。泥水やだよ。これ様かな。クソ笑う。レスター。なんだかんだ強いよねレスター。レスター今年強いよ。ね、なんでなの。スタジアムはすでに大歓声に包まれています。スタジアムは綺麗やん。キングパワースタジアムへようこそ。これならないように見ていると思います。早速試合の方を見ていきましょう。みんなもう4億以上もらってる。年俸4億以上もらってる。こちらがね。ここはドリブルで前に出ます。このロングパスはよくスペースを取っていました。マルティネス。ルカク。何かしてきそうですが、インターセプトでチームを救いました。ユーリ・ティーレマンス。ティーレマンス、うまく読んでいましたね。はぁねぇ。パスを回ると
どうする。あれ、ロカクは怒ったロカク。あいつ端っこで何やってんの。ブロゾビッチクリアしきれません。ルカク、シュートはディフェンスが決めました。ホニネ・ディディ、ユーリ・ティーレマンス、ジェイミー・バーディー、シュートだ。だ、試合9番。いやー、うめー、バーディー、うめー、この得点が試合を大きく動かしそうです。決めちゃうな。ファインゴールが生まれました。いいシュートを持っていますね。あそこで簡単に打ったら、危険な選手です。パス警戒しちゃったな、我ながら。イエーイ、綺麗なの入った。シャビさん、綺麗なゴールが見えた。見て、ハエロ、ハエロ、まずサイドをつけそうです。サイドを潰してチャンスを作った。アサモア、ルカク、ボールがフリーになりました。カウンターのチャンスです。ジェイミー・バーディ、いけ。このカウンターは、ルカク、うわ、無理。時間が終了しました。いやー、1点取られてるな。中盤のあれが激しい、攻防が激しいね。キックオフで後半開始。おとなしすぎですよ。出た。うわ、ジェイミー・バーディ、最高のボールが出た。アウト。よかった、危ねえよ。うわ、この選手ですが、前回のパフォーマンスを見るスルーパスが味方に。ルー君、ルー君、ルー君、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。まずしつけ、こいつは倒れん。あー倒れん、こいつらマジで意地でもタップに取るからね。なんか俺あれでめちゃくちゃやられてるやん。クロスも良かったですが、何やったお前ら。ああ、見事でした。これは簡単なゴールではないですよ。倒れんねえ、倒れんねえマジで。俺多分人がおらん方向にドリブルしようだけやと思うしけん。そうやっちゃろうかね。こうやってやっちゃうのにね、入るっつうの。ドリブルで持ち込んでいます。あ、うわー、ほらね、ルカク強。俺ゴール決めた後が弱いんだよね。毎度毎度のちょっとでかっ、こいつやべえな。先に逃げたよ。何シャックや、シャックやね。アディソン、ジェイミー・バーディ、ディフェンスの選手がシャックソフね。ルカク、ルカクがゴールに向かう。ディフェンスが体に当てさあ、スタジアムのテンションが上がります。クリーンなタックルが来る目玉。ルカク、ポリターノ、ルカクが持ちます。危ない、危ねえ、ルカクは。ルカクがゴールに向かう。よーし、伸びた、強い。封鎖できました。ヘッ、見事なインターセプト、ポジショニングの勝利です。あー、横に出してロングシュート。ビジョンが見えてる。ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイント、入れば決定的。素晴らしいセーブで、ボールの刺繍ですが、得点の匂いはありますね。ほぼ読みやね、うん。ルカクがスルーパスを出しました。うわー、飛び出てる。何やそのナイス判断。いや、ギリギリ
テクニックを見せる。狙っていましたね。ラウタロ・マルティネス。マルティネス。うわー、入ったかと思いますか。インテルは同点に追いつけるか。なか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 。ここで折り返したい。いいよ、いいスイッチング見したい今。ルカクのクロス。飛び込んでこい。キーパーが止めましたが、ボールは生きてます。マジで。危ねー。死闘。はーい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 。